今回はセレッソ大阪堺レディースにセレチューブのカメラが初めて潜入。選手たちの熱いサッカー魂を丸裸にしちゃいます。セレッソ大阪堺レディースはなでしこリーグ一部に所属するレディースチーム。2010年にアカデミーのチームセレッソ大阪レディース U15 として発足。今年2度目のなでしこリーグ一部挑戦で4位に入った勢いのある若いチームです。そんな彼女たちに企画してもらったのがセレッソ大阪堺レディース座談会。参加メンバーはこちらの3人。セレッソ大阪堺レディースの頼れるキャプテン林穂乃果選手、去年はなでしこジャパンでワールドカップを経験した宝田沙織選手、球際の強さはピカイチ、セレチューブも毎回見てくれているという脇坂玲奈選手。3人とも最新のなでしこジャパンの候補合宿に招集されている期待の選手たちです。まずは2020年を表す漢字一文字を書いてもらいました。私はこの漢字です。惜しい。今年1年はこうリーグとかで今までよりも成長できて試合にも勝つことができたんですけど、あと一歩で勝ったりできる試合が多くて、それで順位がもっと上に行ける可能性があったので、ちょっと惜しいという感じにしました。私はサッチです。自粛とかあってサッカーできる幸せを感じれたことや、もう一度一部で挑戦できて成長できた幸せを感じれたからサチにしました。と私は見るっていう感じです。理由は自粛もあって自分を見つめ直すっていう見ると、チームとして勝てた時と、まあ、負けた時や同点の時の試合を、まあ、しっかり見つめ直すっていう意味の見るにしました。かっこいいな。ここからはセレチューブ名物テーマトーク。最初のお題はキャプテンの林選手に引いてもらいます。2人の第一印象はですね、中学生時代から一緒にプレーしている3人。お互いの第一印象は9年ぐらい前なんで、はっきりとあんま覚えてないですけど、脇坂選手はなんかもう大人っぽい感じで、なんか年下には思えない。おばさんとか。おばさんは思ってないけど、なんかもう高校生ぐらいの感じな雰囲気がありました。で、宝田選手はなんか中学1年生の時に会ったんですけど、宝田さんがもう中1とは思えへんようなプレーというか、もうその頃から別格な感じがしましたっていう印象です。初めて見た時に一番上と思ってて、でも試合出てたから一番上と思ってたけど、一個上って聞いて上手すぎてびっくりしたのと、沙織はなんか富山からすごい人来たみたいな。めっちゃ細くて背高くて、でうわすごそうと思ったらすごかったって感じ。富山出身の宝田選手にとっては強烈な印象が残っているようで、だから自分の第一印象は脇坂さんはやっぱ同い年とは思えへん、なんか迫力っていうか大阪人の雰囲気がすごく怖くて、なかなか同期やけど喋ることができなかったのが強いです。林選手は一個上でプレーがすごく淡々としていて、うまいなって思ってました。続いてのお題は今年なでしこリーグ一部に昇格して良かったこと。最初は勝てるかなとか心配でしたし、また負け続けるのかなとか思ってたんですけど、やっぱ勝ち始めて何連勝もして、いや本当に自分たちの
力がついたんだなって実感できてよかったです。最初はやっぱり脇坂選手と同じで不安もありましたけど、勝ち続けることでやっぱり自分の自信にもなっていきましたし、去年のワールドカップ出た時よりもなでしこジャパンに入った時に自分はやれるっていう自信がついたことです。やっぱりレベルの高いチームと毎週試合できることが大きかったですし、強度が高い試合をこう毎週毎週ギリギリなところでみんなで戦えたので、この1年でこうグッと成長できたところは大きいかなと思います。次のお題は、はい、レディースの選手は絶対やな、絶対やな、ここカットでこれなんですか、満場一なんですか、誰やろ、誰やろ、絶対やだよ。おしゃれ、筒井選手とか、あ、そっちか、服装女子っぽい感じのおしゃれと、ボーイッシュな感じストリート系が筒井選手、種類が違うおしゃれが勝っています。続いてトップチームで参考にしている選手は、はい、参考っていうかずっと見てるのは清武選手のプレーを見てます。この前のシュートとか30回見ました。ほんまか、ほんまや。やっぱり清武選手がボールタッチとかこの予想外のプレーというかアイデアがあるのがすごいすごいと思うので、自分あんまりそういうのないんで見て勉強というかそういう選択肢があるんだっていうのはすごい勉強になってます。まあ好きっていうか面白いなっていう選手は柿谷陽一郎選手です。やっぱボールタッチも一つ一つうまいし遊び心があるところがすごいなと思うし面白いって見てる側はすごく思います。奥野選手はすごいと思う、うん、どこでもできるしなあ、すごい走ってるしすごいです、みんなすごいけどそうやね、うん、東京オリンピックも控え来シーズンからさらなる飛躍を目指して新たな環境でチャレンジする宝田選手と林選手、その会見の模様をお届けします。初めての海外挑戦なので不安なこともたくさんありますが自分らしく頑張りたいと思います。セレッソでの9年間はものすごくかけがえのないものでどんな時でも応援し続けてくれたファンやサポーターの方々スポンサーの皆様には感謝してもしきれません。精一杯頑張ってきます。今は、楽しみな部分と不安な気持ちがあります。ですが、自分で決めたことなので、サッカー面でも人間としても成長できるよう、頑張っていきたいと思います。向こうで、成長している姿やいいプレー、いい結果などを見てもらうことが私にできる恩返しの一つだと思うので精一杯プレーしていきたいと思います。セレチューブは毎週火曜夜9時配信、チャンネル登録よろしくお願いします。